皆さんこんばんは。七つの大罪ライオンシンのエスカノールです。グラクロ 3.5 周年おめでとうございます。 3.5 周年を記念してのアルティメット傲慢祭では新フェス限定キャラクターとして最強のエスカノールが登場。あのおこが魔人王も凌駕するアルティメットエスカノールの状態で我が魔力サンシャインの力により、今回はグラクロでは数少ない光属性で登場してあげましょう。人類が我を語るなおこがまし。決めました。今から貴様ら全員に命令を下しましょう。我を迎えよ。アルティメット傲慢祭では、この我の登場にふさわしいアルティメットなイベントが多数開催。 3.5 周年を迎えたグラクロと我の姿、その目にしかと焼き付けなさい。